よかったよね。いやいやいや、それとよくその間、まあ、守ってくれたじゃないですけども、働いてくれたからなんとか僕も今こうやってやれてるところが、ね、本当にそういうこと思って何がですか。当たり前じゃないですか。思ってないと思います。当たり前でしょ、坂上さん。思ってないと思います。そんな何をその、はい、俺だ、ね、はい、東袋君とこうやって話すのは、ね、はい、はい、初めてだけど、なんか口先だけっぽい。坂上さんやっぱ鋭いっすね。何もね、あの一回ね、スキャンダルが出た時にこいつが謝ってきたんですよ、はい、あのまあ事務所のマネージャーと俺とこいつの3人で、その時北海道で単独ライブがあって、はい、その単独ライブの夜に、俺の部屋にこいつが来て、はい、実はこういうスキャンダルがあのもう出るみたいな、はい、で、はい、本当に申し訳ないみたいな、すっごい真剣な顔で謝ってきたんです、はい、はい、で、まあまあじゃあもうやってしまったことはしょうがないから、まあこっからのことを考えようみたいな、いや本当に申し訳ないって言って出てったんですよ、うん、その数時間後こいつの部屋の前通ったら女の喘ぎ声聞こえてきて、こいつ謝ったスキャンダル出るって謝った数時間後に女抱いてたんですよ。そんなわけない。そういうビデオ見ないですか。ビデオかなんか見てたんや。そんなちょっと ね、 ね、でどうなの本当なの。いや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 、それさ、いやいや、え、うん、いや、まあね、そのまあ謝る時ちゃんと謝ってるんでああその後はね、すごいですかこいつ。そんなに、何も問題がない子ですよ。そういう、うん、そのややこしくないあれですよ。本当に。いや、本当は別の。ほんまにあの時の顔をもう忘れないですよ。マジで。どういう神経でそれができるの。本当に。いやだからさ、はい、俺はちょっと、うん、最コパス的なじゃないけど、うん、まあそうですね。そういう状況であればあるほど。うん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 、なんか興奮しちゃう、まあそうかもしれない、病をお持ちの方なのかなっていう、はい、興奮に変えてるわけではないですよ。だから後にあの白黒アンジャッシュで渡部さんが復帰の時謝罪してたじゃないですか、うん、こいつと同じ顔してましたよ。一緒にしたんな一緒にしたんな。だったら渡部君も反省してないってことじゃん。まだ危ない可能性あるよ、はい、俺は嘘つけって思いながら見てました。これは東袋と一緒の顔だ。一緒にしたんな逆にああいう渡部君のとか見ててどう思ってたの。はそのいやそこまで悪いことしてへんやんけっていうのは実際あるじゃないですか。これはマジでやばい。いやこれマジでやばい。これはやばい。いやここだけはちょっと。いやいやあのさ、アウトじゃない。それはでもいや、うん、もうあれはだってその奥さんが、うん、その女優さんで綺麗な方で、そっちのそんな奥さんがいるのにっていう嫉妬だけじゃない。もうやめろって。ね、別にそんなもん何度ほどまでこう不倫してるやつら。これだけ開けますよ。いや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 。終わりでいいですよね。じゃあ何ぼでも不倫してる人いっぱいいますよ。いやいやいや不倫してるやつとかいるんだから。すげえな。すごいわ。全然反省してないよ。全くしてないよ。反省してないよ。バレへんかったまでやってはるんですか。ちょっと待ってて全然関係ない。あのね、本当に YouTube で見られるのはここまでです。アベマならデマ投稿を許さないを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。続きはアベマでご覧ください。